というわけで海にやってまいりました。なんかワカメがなんか海藻すごいんですけど、なんか海藻がすごい増えてますね。この海藻を適当にガサガサしてなんか出てこないか、あれメバルかな、メバルの子かなあれ。というわけでやってみましょう。メバルいっぱいおる。マジメバルか。なんだ、なんだっけ、何ですかこれ。種類忘れちゃった。めちゃくちゃ赤いアメフラシですね。なんだこれ、ちっちゃいな。クラゲ、なんかちょっと悪名高いハコクラゲに見えるんですけど、どうなんでしょうか。めちゃくちゃ小さいっすね。泳いでますね。うん、光に集まんのかなやっぱ。あ、なんか猛毒のクラゲがいる仲間だったと思うんですよね、ハコクラゲって。お帰りいただこう。はい、石ガニ、ちっちゃいっすね。美味しいカニなんだけどね。左のハサいないね。左のハサいないっすね。まあお帰りいただこう。あ、出そう。ちょっと待って、ヤドカリですね。何ヤドカリか分かりませんが、もうなんかいっぱいいるな。そしてヤドを取り合おうとしてますね。やめたってくれ。緑いね。これはね、今なんかいっぱいいますね。同じ種類なのかな。同じ種類のように見えるけどな。毛足本ヤドカリ。毛足本ヤドカリかもしれないとのことです。これ2種類混ざってますかね。わからね。なんか模様あるやつとないやつがいるんだよな。これはどういう差なんだろう。あの黒メジナとメジナ、あ、黒メジナとメジナの違いなのかな。あと一番ちっちゃいやつがね、これなんだろう。これもメジナかな。ちょっとサイズがバラバラかつなんか色合いも違うんだよな。ほら一番右のやつなんかすごい模様ができてるけど、他のやつそうでもないんだよな。ちょっと分かりませんね。まあメジナの仲間だとは思います。はい、こちらがねハオコゼです。これね気をつけないとトゲに毒があるんで刺されると痛いらしいです。ちょっとやってみてください。やらないですけど。みんなのね、手本。かわいいね。ハオコゼね、大きくならないしね、飼育するのにちょうどいいと思うんだよな。寿命は何年ぐらいなんだろう。これ仲間同士は刺さない。刺さないと思うけどな。で、結構密にいるんでね、集団で飼っても大丈夫そうな気がするんですけどね。かわいい。かわいいでしょ、これ。何食うんだろう、餌とか。何でも食う。いや、こいつマジでアクアリウム向きだと思うんだけどな。どうです、我が家。いや、海が近い人はいいけどな。うちちょっとの海水の入手が大変なんでちょっと無理ですけどね。塩入れるんですか。うん、まあ、海が近い人はね、ぜひ。なんかやっぱ魚って体色結構差があって、個体差って。ああ、確かにこれも差があるね。こっちのやつ白っぽいね。うん、そういうのもあっていいですよね。ハオコゼでした。まあ、これ気をつけてくださいね。サビキ釣りとかでもよくかかってくるんで、ムンズといかないようにお気をつけください。針をね、そう取るの大変。家族連れのフィッシング
よくこれ釣れてるんでね、これとかアイゴとか気をつけてください。アイゴな。はい、エナガエビ取りに来てます。取れますね。時期的にちょっと遅いかも。少ないね。うん、本当ね、もうちょっと小さいやつの方が食べやすいんだけど。うん、ちょっとこれ硬いね。硬いよ。まあもうちょい取るか。カマツカいる。でかい。届かんし、その網じゃ無理。いいですね。でかっ。結構あるな。いいサイズじゃないですか。25センチぐらいありそう。そんぐらいありそうだね。いいね。さあ、こちらにエビいます。あー、エビね。わかんない、わかんない。ハゼおりますね。でかい。これもいい。あー、逃げた。あ、カマツカ、カマツカ。うわ、これ何？放卵してるんじゃない？でか、腹膨れてるわ。うん、カマツカ。うなぎいたらしい。今年もうなぎいたわ。出てこへんか。出てこんかな。いやー、よかった、まだ絶滅せずに生き残っていましたね、うなぎ。在来種の後は外来種。赤耳ガメ、これ奇水なんですけど、ていうか夜もこんな元気よく泳いでるもんなんやな。見えんのかな。え、なんで餌取れんだろう。なんか餌取ろうとしてたんですよね、パクパク。手長エビなんてうまいやろ。贅沢。でかいハゼおった。見えるかな。でかハゼやな。さっきのもカマツカじゃなくてこのハゼやったんかな。ヒシですね。ヒメビシかオニビシかわからんけど、なんか花見ないと。花だっけ。花じゃなくてあれか、果実見ないとなんか識別難しいらしいっすね。お、取った取った。おー、うじゃうじゃ取りましたね。でも見た中で最大サイズのやつ取れへんかったな。買ったそう。まあ取りすぎてもあれなんで、こんぐらいにしときましょう。うん、これ楽しんでね、ずっとやっちゃうんですよね。素揚げかな。何手長エビかわかんないですけど、一番でかい硬いやつですねこれ。なんかいるかな。サバ釣れました。こちらルアーはマイクロシードビーズルアーです。自作。綺麗だな。なんか何回も当たってきて何回もバラしましたけど、まあこのぐらいのサイズのやつがちらほらいそうです。もうちょっと釣っていくか。というわけで、サバとエビを料理します。もう疲れ果てているので素揚げです。揚げよう。はい、さあ、おー、エビやっぱ綺麗ね。うわ、ちょっと危な。腕持ってる。おー、綺麗だね。エビになんか黒いのが出たんですけど、何これ。わかんないです。いただき。バリバリサバ。サバ行ってみてください。サバやっぱうまいな。うまい。サバうめえ。狙っとくべきだ、これ。
でもだんだん釣れなくなっちゃったから仕方ない。まあ、サバうまいっすね。いいね、サバ。素揚げ全然あり。うん。